はいおはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。えー、今日7月の29日、えー、木曜日ですね、えー、人の働きの16二25から40、えー、です。あのー、パオロとシラスがね、あのー、捕まってる親に入ってっていうところですけども、その後です。えー、25。 真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた漂流だね他の囚人たちはそれに聞き入っていた牢屋の中ですよ牢屋の中で賛美してさすがですねすると突然大きな地震が起こり牢屋の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて全ての囚人の鎖が外れてしまったとで目を覚ました監士は牢の扉が開いているのを見て囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたとえー、まあ 大失態っってことになったんでしょう、ね、あのー、まあそこでですねパウロが大声で自害してはいけない私たちはみんなここにいると叫んだ逃げればいいのにパウロはあの監守にね大丈夫大丈夫逃げてないからっていうふうに言ったわけですよで慣守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み震えながらパウロとシラスの前にひれ伏したとこの監守は偉いですよねでこれで えいやラッキーと思って牢屋に詰め込んで,で、えー、っていうんじゃなくてここでこの何を感動したんでしょうねこの地震が起きたり何か不思議なことが起こったことそして、えー、囚人たちが逃げてしまったことよりも何かパオロの言ってることとかやってること逃げればいいのに逃げずにやってきてこう話した中に何か違うものがあったんじゃない,ないですかね。 でどうしたかと言いますと二人を外に連れ出してこう言ったと「先生方救われるためには何をしなければなりませんか?」と言ったと。ね、えー、これ異邦人ですよ監視ローマ側の人間ですよ。でもこの監視はやっぱり何かこの救いというものに関して興味があったのかそれとも神様にね昨日のところで言えば神様にこう捉えられていた神様が昨日はね リディアの心を開きましたけれども同じようにこの監詩の心も神様がこう開いてくださったんじゃないでしょうか、えー、2人は言いましたパウロとシラスは「シュエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」ね、大事なところですそして彼と彼の,言えるもの家にいる者全員に「主の言葉を語った」やっぱり御言葉ですそしてその後その監詩は「時を移さずその夜時を移さず2人を引き取り」 この二人打ち傷を洗ってあげてパウルとシらスですよねそのインに入れられる前にいろいろこうむちで打たれたりしてますからそれを手当てしそして彼とその家の家者全員がすぐにバプテスマを受けたとあります、えー、バプテスマ洗礼勘案、あのー、のところもそうですけども本来もうその場でねもうバプテスマ俺受けるわと思ったら受けていいものだと思います。 もちろんそのための学びとか準備とか教会でしたりしますけども自分はそのバフテスマって本当にね聖書の通りで言うと信じたらその時に受けていいものだと思っています。えー証なんかは別に書かなくてもいいしね。あでもね証書書いとくとあの後で自分のためにいいですっていうふうに言っておきます一応ね。えー、どこ行ったそれから二人を家に案内して食事をもてなしをし 神をを信じたことと全家族と共に心から喜んだもう囚人じゃないですよね家に連れてってったゲストとして家に連れて行っちゃってますからあの大丈夫かなって殺されるんじゃないのそんなことしたらと思うんですけども神様やっぱすごい次の日夜が明けると上官たちは刑事たちを使わしてあの者たちを釈放せよと言ったと。 そこで監視はこの言葉をパウロに伝えて長官たちがあなた方を釈放するようにと使い起こしましたさあ牢を出て安心してお生きてくださいもうね一件落着もうすべてがねもう丸く収まったかに見えますけども違うパウロはここでね、えー、終わらないのがパウロしかしパウロは警備たちに言った長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに公衆の前でむち打ち牢に入れました。 それなのに今密かに私たちを晒させるのですかそれはいけない彼ら自身が来て私たちを外に出すべきですとおとなしくしてればいいのに違くねっていうふうに言うわけですよ、えー、でこれね今回はその後まああの二、ー、人がねローマ市民だと聞いて長官たちはやばいやばいと思って誤りにねやってきて誤りに来てそれで一応終わりになるんですけどもこのあと、ね、後半では それが原因でじゃあどうしようどうしようじゃあローマで裁判を受けなきゃっていう話になります。えー、でもここではだったらパオロもっと早く言えよってね捕まる時に捕まる前に言えばいいじゃんと思うんですけどもこれ神様の計画ですよね。まあパオロがそれをねあの意図してたかどうか分かりません意図してないでしょうけどもパオロが捕まったことによってこの監守とその家族がこのピリピ教会これピリピだね ピリピの教会の大事なメンバーになったはずです。えー、昨日のこのリディアとそしてこの看守の家族が、えー、そしてもしかしたらルカがねこのフィリピの教会の、えーなんとかね、最初の信徒になっていくというその計画のための、えー、もしかしたら、ね、逮捕だったのかもしれませんとかそうなんでしょうね。はい ということで、えー、精霊の働き精霊と人たちパウロ中心とする、えー、チームパウロの、えー、冒険というかね旅がまだこれから続きます。はいということで今日ここまで,ですそれまたごきげんよう。